独身ナウ浅川図です。宮坂です。お、放り込んできたね。いいよ、両方放り込んだ。段階授業ナウにも放り込んだし、こっちにも放り込んだ。<ー>よし、達成、達成感がある、俺の中で。<laughs> 林くんの最終目的はな、宮やさんとのコラボだもんな。そうだ、うん、そうだね、うん、そうなんか、そうなんだ、俺、適当に言ってみたんだけど。いやいいいと思うよ、それいいいない宮さんとね。ということでね、今回はね、タレントの最上もがさん、電波インクだよな、もともとやってたアイドルとかのそう方だったんですけれど、この人がツイッターで、 既婚男性がなぜモテるのかっていうことにね、まあ、うん、触れていまして、うんえー、世の中、こんなに独身男性がいるのになぜ既婚男性がモテるのかと、えー、考えてみたら、うん、現代の男性は傷つきたくないから受け身化が凄まじくて、既婚はすでに一人ゲットできてるっていう心の余裕からガツガツいく女性が魅力を感じてしまうのではと。うん、ああ、これね、ちょっとね、わ、うん、かるわ。ごめん。めっちゃわかる。<ー>これね、あのね、 ちょっと俺、フォロー、うん、フォローっていうか、もがみもがなちゃんの言うこと、うん、もがちゃんとか言ってるけど、えがちゃんみたいになってるけど、まあ、いいや。あの, <laughs> あのね、例えば自分が、例えば彼女がおるときってさ、うんはい、なんか安心感があって、 かっきすんね彼女がおると、わ、うん、かるわかる。わかね、うん、うん。それおるから、なんだろ、う、いろんなコンパ行くと、なんか、彼女がおるときって、やたら別のものとか持てるんだよな。よな彼女がいるときの方がモテるんだよ。れこれは、<う>あの、俺ももっとそれは実感ある。あるだろう。ある。うん。これはだからね、そういうと一生の現象で、 うん、やっぱ既婚者には余裕があるっていうのかなやっぱ女の子に慣れてるっていう,うーん、そういったオーラがあるんじゃないかなこのもがみもがさんが言ってるのは、うん、余裕があるからガツガツ行くっていうパターンのことを言ってんだよね。でもさ、これ逆にさ、余裕があるからガツガツ行かなくてモテてるっていうパターンもあるんだよね。うんうん、ああ、そういうことね。うん、そう。だからまあ、 そのどっちにしても既婚男性とか彼女がいる時の方がモテるっていう結論には至るんだけれどその余裕があるからガツガツする人と余裕があるからガツガツいかないでっていうでもさそれを考えたらさそのまあ独身男性でもその今彼女がいない人でもガツガツいけばチャンスはあるっていうことを最上も,もがさんは言いたいわけだよなあはい、はい。まあ そうだけど、これはね、ちょっと最近の若い男性に感じるかな。確かに自分に自信がない人って多い気はするかな。これね、だから最後に、あの、もがみもがさん言ってるんですけれど、最近の。え、最近の。ちょっと、もがみもがってなんで、モガミがもがっともがるのこの人。モガミ川となんかかかってんのかね。モガミ川のね、モガミ川流域で育ったの わかんないけど、最近、バラエティ番組とか見てても、そのまあ、男性の装飾家がすごいなと感じてたのと、魅力的な男性って、やっぱ外見とかスペックじゃなくて、引っ張ってくれる、けまあ、ガツガツ系の人が、まあ素敵なんじゃないかなっていうふうに、まあ、この最、ね、上も,もがさんは個人的にそう思ったからですと。あまあ、でもそれはは基本的にはまあ うちらの世代ではそうだったよねいや。昔からそうだよ。だって肉食系の人がモテるんだから。うん、そうだよね。もともとは。うん、でも最近はちょっと肉食系女子とかさ。あ、そうそうなんかちょっと、うん、だいぶ変わってきてるから逆転現象が起きてるから。うん。うんちょっと俺もよくわからんんだけどね、まあ。だからその肉食系女子からすると、草食系男子は物足りないんだろうね。うん で、この最上もがさんの理屈だと、既婚者はもう1人、ほら、嫁をゲットしてるから、まあ、肉食系とは言えるわけだよな、うん、まあまあま、あそういうことか。うん、そう、1人そうやってゲットしてるからっていう、だから、うんうん、その見る目が変わってくるんじゃねえのって、だって、これはだからさ、女性側の意見としてはさ、うんうん、その全く彼女も嫁もいない人よりは、うん、1>, 1人、その彼女とか嫁さんを捕まえてる方のが、その異性としてのアピールは強いよね。 やっぱり何かしら魅力があるから結婚してるんじゃねえかっていうふうにまあ推測するわけだわな。 確かに、ね、今、不倫とかめちゃくちゃ多いけどそう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 。まさにね、これは、あの、不倫に関してそれを言ってるわけよ。不倫の男性側って、既婚率が高いじゃんっていう。うん、そうなんで。まあ、不倫イコール既婚だからね。<laughs> そう。たださ、うん、ほら、やっぱりさ、うん、から来たなんとかさんだっけあの、最近、あの、ニュースになってたじゃん、22歳の。ええカラタカラタ。ラタラタさんだっけあのパターン、そう。うあのパターンみたく、ほら、男側が、その、結婚してて、女性側は、 あの、ま、独身っていうパターンが結構あるんだよね。うん。あの子はだけど、なんか、でも、ああいう清純そうな感じの人って結構ね。はいはいはい、意外とだから、中身が肉食系だったって話だよな。そ,うそうあ、それはなんか、あるよね。う,ん,うん。だから、 嫁さん、あんさんだよな、うん、あのーあ、まあ、でもこれはね、あんもそうなんだけど、あんちゃんあ,あんちゃんもそうなんだけど、うん、あんちゃん。あんちゃんばか<い>やろう。あんちゃんばかやろう、俺もやろ <laughs> <laughs> ダンカンばかやろう。 あんちゃんって言うっけあんちゃんめっちゃ言うやん、あんちゃん。あ、そっかあんちゃん。そっちのな。うん。いや、俺はあっちかと思って一つ屋根の下のさ、あんちゃん、あんちゃんああー、もう俺が古いね。古いね。俺ら昭和屋根だよ。例えがお互い古い。まあいいわ。 で、<laughs> えー、で、あんちゃんは、うん、あれをね、結局にまあ、いいとこ、あの、なんだ、渡辺謙の娘でしょはいはいはい。うん、だからやっぱ、まあ、いいとこに育って、まあ、なんだろうな、いい,い環境で、ね、やっぱ、育ったっていう中で、やっぱりちょっと男を見る目がちょっとなかったのかなっていうのは、れ感じるけどね。うん、この理屈で言うと、その、東出さんだっけ そう、東出さんだね。東出さんは、その一人、まあ、ましてやさ、あんな女優さんを捕まえてるから、まあ、心の余裕があるんだろうな。それでまあ、が、心の余裕とはちょっと違うよな。<そ>なんて言うか違う違う。あれは、いかんのは、まずね、子供が、妊娠中だもんな。妊娠中とか、その、なんだろう、三<ー>人でしょ、子供。で、大変な時に、うん、あの、適当な言い訳つけて、浮気しとったっていう事実、うん でもさじゃあ何でさその22歳の子はさどこに魅力を感じてその人とじゃ不倫したんだろうね ああ、あの子、ー、ね。やっぱり東出さんの方からガツガツ来てたんじゃねえの、うん、まあそうだと思うよ。結局ね、男と女の、うん、あの、問題ってあるが、男が悪いと思うんだよね。カルタさんちゅうのは、まだ若いし、うん。そうなんだよね。あの、あのー、だいぶ年上だよね、確か。あのー、だって付き合い出した頃は未成年っつってたからな。19歳から付き合ってたっていうから、うんそうそう。だから、やっぱり、悪さで言ったら東出のが圧倒的に悪いよな。うん いや、間違いないでしょだって、うん、だって、うーん、まあ、だから、要は東出が、うん、あの、これは向こういけないことだっていうふうにちゃんと言えば、うん、あそうですね、って終わったことだと思うんだけど、ただ東出がエロすぎただけでしょそういうことだな。う,ん、うーん、だこれはだからね、まあそれをまた見抜けずに結婚しちゃった、 あん,あんちゃんもどうなのかなって、これはだけどね。あなんかそういった運命だったのかもしれんけどね。東出さんみたいな人ってのは、まあ、だん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 やっぱり少なくなってきてるわけだよな。最近の若い子を考えたらあ確かにそれはあるね。うん、昔はさ、だってああいうタレントとかさ、うん、その、俳優さんってそういうイメージだったじゃん。うん、まあ、渡辺県自体がそうなんだからさ、そ,もそ,もそうですね。渡辺県自体もそうだし、うん、まあ、例えばあれはコメンテーターバーって出てる人だし、全員はきしてたりもするから。 <laughs> だからまあ、ああうそ,そういう可能性はある,わるとかでもさ。そうでしょああいうなに、うん、おすぎとピーコを<ー>れとしましょう。あ<ー>まあで、出てる人たちはほとんど、まあ、過去に浮気でもね、問題になった人たちが今コメデータに回ったりもすることもあるし、うん、あとこれはね、30年、40年前、まあ俺らも本当とちっちゃい頃とかは、逆に東出ぐらいのことをしたとしても、んなことがあったんだ。うわー、ひどいねー。 って感じで、次の日にはもう次のニュースになってたからなうん、うん。ここまで叩かれるって時代じゃなかったからな、昔は。ああ、まあね。その不倫がすごい叩かれるようにはなってきたわな。うそう。だってもう、石田淳一も不倫は文化だって言い切っとったからね。懐かしいな。ねえ、あの辺から叩かれ出したんだって。それまでは、不倫が文、<ー>実際文化だったんだけど、開き直って不倫が文化だって石田淳一が言い出した、 頃から、不倫、不倫ってちょっと待ってよ、それってっていう。流れに、徐々になってきたんだよな、恋愛平成かな。うん、だから、その、草食系の男子が増えてるってのは、そういうニュースとかも、見てるわけじゃん。そう、すげえ叩かれるんだるっていうだ。うん、影響はあるよな。すればあるし、俺ね、これ思うんだけど。うん、ちっちゃい頃でさ、エロっていうものってさ、うん、どっちかっていう、なんていうかな。 エロ本だろうが、エロビデオだろうが何でもいいんだけど、うん、妄想するとかさ、なんか、こうなったらいいなっていうかさ、だったんだけど、今ってさ、あのネットとか、こういったものがもう当たり前になった時代、ああいったエグい DVD とか、エロいその映像っていうのかな、エロいシーンとか、エロい絡み、男女の絡みとかってすぐ見れちゃうわけじゃん。まあな。 そうすると結構満たされちゃうと思うんだよね。まあ、あと、うん、まあ、俺は林くんに聞きたいのはさ、うん、その、現代の男性傷つきたくないから受け身って言うけど、林くんは結構やっぱ過去にいっぱい振られた経験とかってのはあんの、うん、俺、振られた経験は高校だけかな。<laughs> そうなんだ。結構じゃあ、モテる方なんだ。あの、高校の時はやっぱちょっとオタク気質があったから、 最初の方は、うん、騙されたりしたよ。ふたまたかけられてるっていうか、<ー>なんていうか、あったけど、俺としては、高校の時に振られたってことはあったけど、うん、うん、それ、大学入ってからは、もう基本的には、振られたことはない。<laughs> っていうか、っていうか、これね、ちょっと言い方が今失礼だったかもしれんけど、<ー>振られたことがないんじゃなくて、もし振られた、 こととがあったしなるほどな、うん、これだからその何だろう今の若い子の傷つきたくないから受け身っていうのとは真逆なわけだよな、うん、そうだから林刑事君的には、うん、振られてすらも感じてないっていう傷ついてい<や>なるってことなんだなそうあのー、二股がバレたとかさ遊んでるのバレちゃったなーえへえぐらいな感じはい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 ,ていのは確はに若い頃はあったかな。 ダウンイメージ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 ダウン,ダウンボーイの歌あのまあいいんだけどリスナー的にはね <laughs> 林憲二君はモテないキャラでいてほしいみたいなのが多分あるんだと思うんだよなああいやこれだけ長いでね林憲二これは昔はモテた的なことは思ってると思うんで今はそんな興味がないって思ってるだけじゃなくて若い頃は散々むちゃくちゃやってきた と思うってるんじゃないかな、リズナーさん的には。傷ついてもいいからガンガン行くっていう考え方だったわけだろう,うでもね、これは言えることは中学までは全然モテんか,かったよ、俺。うん、ああ、だ、人はな、なんかそういう、あれがあるから、モテ期とかな、格変期みたいなかなそ。そうそう。小学生の頃はそうでもないが中学3年間まるっきりモテなくて、高校も最初のうちは全然モテなくて、うん、本当に音楽やるようになってからかな。で、そっからいろいろ恋もするが で、やっぱ振られたりもして、あ振られた。振られたってもうそんなにショックっていうのかな俺なんかにもったいないな、みたいな感じはあったのかもしれんし、当時は。それででもな、乗り越えて、そのまあ自信がついていろいろアタックできるようになったんかもな。な、うん、そうだね。それはある。俺もやっぱりね、思い返すと、一回振られてからやっぱ強くなった気がすんもんね。 いやそれはあるでしょ、やっぱり。これがさ、その、振られた経験もないと、ずーっとさ、その、傷つきたけな傷つきたくないっていう受け身になっちゃうんだと思うんだよな。それはあると思う、絶対やる。な一回振られると、あこんなもんかって感じだよな。そうだね。だから、俺、やっぱあるもん。めっちゃ振られたもん、こもうね、衝撃的な振らいとかあるもん。今、ここに今の話すると、嘘やろ。それ、林くんかわいそうだわ。って、またこれはいいや。次回、いずれテーマで話す。そうなんだ。まあまあ、時間も、 ないい感じだからあれだけれどまあだからこの最上もがさんが言ってることはまあ分かるなと一回、うん、だからその振ららられててかか強くなってからの方がモテるぞと、うんうん、そうだねだからやっぱね、うん、自分に自信持ってる男の人ってやっぱ魅力的だと思うよいやそうよく言うよなそのルックスじゃなくてその自信があるかどうかを見てるってなそう,そうそうこれはね<ー> なんだろうなこれは難しいんだけど、自信なんてない、俺は自信があるわけでもないんだけども、ただ、可愛い女の子とか綺麗な女の子っているじゃん、絶対。はい,はいはいはい。そういう人たちって絶対自分のことを可愛い、綺麗とか言って、チヤホヤされて育触ってきてんなーって思うわけよ、うん、俺からすると。そういうやつ見ると俺腹立ってくるんだよ、俺。<laughs> <laughs> <laughs> まああのな松本のキャバクラの時もそんな感じの話してたよなあ,あ俺ねああいうやつ見るとボロクソに言うもんね ああうん、俺もうダメなんだよ、俺ね。お前自分のこと可愛いと思っとるけど、全然やれねなな。お前性格まず悪いし、外見しか見てねえから、お前の心なんてほんのクソだからな、みたいな。<laughs> なんだろうな。<laughs> 俺言うねだから。やっけクソなんだな、もうな <laughs> うん。だから本当にやっぱ、俺も、やっぱ女のじょ、うん、女性の外見とかよりも、一生懸命外見綺麗にしようってしてるのは評価するけど、元、うん、からいい、いや、すごいこの子綺麗だなって、 めちゃくちゃ綺麗やんってこうにさ、俺絶対可愛いねとか、綺麗やねんねとか絶対言わんもん、ね、え、うん、だって言われ慣れとるじゃん、そんな人。まあな。だから、あえて悪いこと言ったらだでこれって、まあちょっとヒントになればいいんかなと思うんだけど、あんまりね、綺麗な人とかに可愛いねとか綺麗だねとか、自分が謙遜するとか、卑下する必要ないと思うよ。上玉の人と、俺は釣り合わんななんて思わない方がいいと思う。 おっさんになってからもう平気で言えるようになっちゃったもんね。あ、君可愛いねーとかさ。君可愛いねーって可愛いねーって。俺のラジオの森の絞りみたいな。いや、昔はさ、その、やっぱ謙遜謙遜っていうかさ、恥ずかしいじゃん、言うのが。ああ、そうかも。うん、確かにな。若い頃はな。う飲み会の席とかでもさ、なんか可愛い子いたら、可愛いな、あの子とか、普通に、もう口に出ちゃうんだよね。いや、それはだけど、男性の中では言っとよってみるんだけど、うん。女子にバレちゃいかんよそこは。ら かわい,いんだよだこの中でかわいい子おるっていう中でも、そのかわいい子をみんな狙っとんだよ、うん、男の子。そうなんだよな。まあでも、ガツガツ行くんだよ、うん、結局な。だけど、ガツガツ行っとるやつはうまくいかねえんだ、それ。で、俺みたいになんか、何気なく最後の方でちょっと話し合って、<laughs> あ、全然話してなかったけどさ、みたいな。<laughs> そう。ね、ふわっとして、今思うとはもっと話したかったなーとかさ、なんかうまいこと言ってさ。<laughs> こいつ、キザだわー <laughs>。いや、俺、キザだったもん。相当うまかったもん、そういうの。あ<ー>あ。なので、まあ、でもなんかわかんないけど、ちょっとまたちょっと、これ飯でも起こるでまたちょっと時間作ってさ、適当にメールだけ教えておくでさ、って。<ー>うん。また適当に LINE するわ、みたいな感じで。まあ、ちょっとね、もう計算が高いという、でもこれはね、経験値だよ、ある意味。そうそうそう。うん、だって、それでさ、うん、当然うまくいかないことだっていっぱいあるんだからさ、そこでいちいちほ、うん、ら、 落ち込んでる場合じそうそう次は次次から次へ行かないとって話だからね、うん、そうこれはもうね仕事の営業と一緒だよ営業数だよな数数打ち当たるんだってほんまにうん,うんだからこれはだからなその受け身の男性傷つきたくないっていうのはうまあやっぱ数を打たなきゃダメだよなそうそうそうだからもうんいい時はバーってね5発ぐらい当たったりする時もあるし当たらない時は何発っても外す時もあるかもしれんけどそうそう たださっき言ったように、既婚者は、ちょっと余裕があるっていうのは何ね。そうなんだよ。そこなんだよ。だからさ、これ、ナイーブな子はさ、その一発だけで全部決めちゃおうと思っちゃうんだよな。その一回の告白で、人生が決まっちゃうみたいに思ってるけれど、全然そんなことなくてさ、別にその人がダメだったら、また次の好きな子が現れる可能性の方が高いんだから。そうそう。これでもうち,ょう,うちのおっさんが言うのもなんだけど、既婚者とかさ、彼女とかおる人って、そういう飲み会とかさ、出会いの場に行っても、 やっぱ自分の彼女が一番だって思える逃げ場があるんだって、だけど、何もないと、寂しいっていうかさ、なんか虚しくなるだけだから、それだってさ、うん、実際、家帰ったら嫁がいるパターンだったらさ、その飲み会とかで振られたって、あ,<ー>あ俺、別に家帰り嫁いるからなってなるからないいうう、そそそそうそうそううういうことだ,、ね、だ,だから気軽にガン,ガンその不倫とか誘えちゃうんだよな。 その心の余裕が、だから女性からすると、大人の余裕のように映るんだろうね。うん、まあなああ<ー>単純なんだよ、結構。な、うん、そうそうそう、本当の、うん、結構単純なんだよな仕組みは。結構ね、なんかね、なんかみんなね、<ー>恋愛って、あんま考えすぎてるけど、もし、あかんとか、自分が、あ、ふ振られたとか、ああ<ー>、ダメだったとか思うんで、 あ、こいつあかんかったな。じゃあ次、こうでいいんだって。さっき言ったさ、自信がある男が持てるってのはそこなんだよな。そこなんだよ。ね自信がある男って、これあかんなと思っても。ポジティブだからな、次、聞いて。ポジティブだから、うん、こういうふうに思うね。あ、こいつは俺のいい、いいとこを見てねえな、って。こいつは俺のいいとこを見る力がねえんだな、こいつがバカなんだな、っていうふうに思えるからね。だからほら、あの、ノンスタのさ、井上か。あれなんかまさにそうじゃん。自信の塊。そうで別に、どっちかっつとブサイクだけれど、でも絶対 モそう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 まあ実際モテるしねそういう人って多いと思う芸能人でなんかさ全然かっこよくないんだけどめちゃくちゃモテる人なんていっぱいいると思うよ、うん。あいザキヤマとかもそうだと思うしね最近だからね、うん、ニュースになってたけれどそういうすげえポジティブなその男性が受けてるんだってほらローランドって最近。うん すげえ、受けてるでしょ。ああ、るね。あるね。うん。ああいう、だから、もう、すっごい、その、自分のポジティブな意見をガンガン、周りに全く遠慮しないような歯に、着せぬね。うそう、着せぬような物言いの人のが、なんていうかな、かかモテるっていうのはあるみたいな。分かる。あれは、だから、すごい自己肯定感をガンガン押し出しそれ、それ、パターンね。 うん、だからさ、うん、結局こういうのってさ、うん、みんなにモテようとすると失敗するんだよな。例えば10人中1人がさ、その、狙ってる子がいて、9人が俺のこと嫌ったって、その1人が好きになってくれればもう勝ちなんだから。うん、から究極そこだよ。究極はそこなんだよ。ね、<な>それだけの気持ちにモテればいいんだけど。そうそうそう。でも俺はやだよ。10人中1人で9人嫌っとる人間以外にはなりたくないけどね、<laughs> 俺は。ははは。はんだよな、お前な。いや、それやだよ、ね。お前もやだろ、それ。十人や九9人嫌だけど1人でいいって言ったら、<laughs> 絶対正正確に何があるやんそれ <laughs> 俺はでもそれでもいいよ。<laughs> そんな俺を好きになってくれるやつが世の中に一人いるんだったら俺それでいいよいやいやい。いや、俺もそうだよ。結論にはそうかもしれん。結論はそうかもしれんけど、さすがに10人中9人は、ちょっと、<laughs> っ <laughs> じゃあ 10, 10の8であの許してください。<laughs> うーん、俺は7、3ぐらいだな、せめて。うん、まあまあ、よしとしよう。まあ <笑><笑>なんだよ、俺らのこの変な解決策 <laughs>。まあいいんだけどさ。結局な、その半々じゃなくてもいいってことだよね。そう,そうそうそう。だから別にみんなに好かれることはないし、あと、だからまあ、あかんかったら次行くっていう。あるじゃん、その時のさ、タイミングとかさ、あるある間もあるし、ああ、今日、あかん、今日変な空気作っちゃったな、って時もあるやさ、あ、今日めちゃめちゃいい感じで話せ、話ができたな、って時もあるしさ。そうそ、ん、う。うん、これはな、 これも縁だからな。そう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 。そこでうじうじしてるぐらいだったらもうすぐ次行こうっていう風にね、考えた方が。そ,うね、そのまあ、なんだ、うん、マッチングアプリとか、その婚活とかも結局そういうことなんだよな。うん、そういうこと。あれはだから、本当にね、自分が調子いい時悪い時ってあるしね。そう、それもあるしな。うん、うん、あるある。うん、でまあ、その時にたまたまいい人と出会う場合と、うんうん、なんか、 うん、いい人と、まあね、マッチングできなか,かったってこともあるし、そう、もあるからな。うん。っていうことで、まあ今回はね、はい、まあこの、もがみもがさん自身もまだ多分独身のはずなんだよね。30、三十歳ですけれど。その、に <laughs> 逆に言うともがみもがが,が、その既婚の男性に好意を抱いてるって可能性はあるけれど。<laughs> まあそうだろうし、別にもがみもがって、 ああそれはダメですよ今のは P 入れますけれどそう <laughs> だろ今のは別にいや俺はタイプちゃうまあまあショートカットはいいけどまあまあね,ね、うん、そうそうっていうことでね<え>まあ最近よくほら不倫の問題があったから多分こういう発言が出たんだと思うんだけれど、まあ、要するに不倫する男がモテる仕組みっていうのはそういうことなんだよな自信があってもう一人その奥さんとかゲットしてる心の余裕があるからもうガツガツいけたり、まあ、逆にその、うん 余裕を見せたりしてててるっていうねう、まあ、これはね男女共に言えることなんだけどまあ不倫とかそういったことも全部ひっくるめてうん,うん,、うん、うーんこの人が好きっていうそれぐらいの域になった年頃っていうのかな経験値っていうのかな、うん、そういう状況で結婚とかしないと。うん うーん。なんか、いちいち嫉妬したりとか、不倫したりしようとかさ、誰と電話してたのとか、誰と会ってたのみたいな、そんな探り合いで、ずっと結婚生活を送るの苦痛だからさ。うん。だから、そういうのじゃ抜きにして、ねえ、もう、旦那さんに好きなようにやって、女性にも好きなようにやって、好きなようにやってよって、そういった感じの関係が、なんか、続きするんじゃねえかなって。俺はもうな、結婚生活に関して言うならうね。うん。 っていうことでね。まあ、基本的には、ね、はい、そんな、俺らがその芸能人の不倫や何かに対してな、うん、いろいろ言う義理もねえからさ、好き勝手にやりゃいいじゃんっていう話だからさ。うん、う,うん、勝手にやりや、最上。最上<ー>川とりあえずも、最上川でバーベキューやろうぜ。<laughs> <laughs> どういう着地点なんだよそ <laughs>、はい、それ。わ最上川ってどこでどこやねん。<laughs> もがんねどこだっけな<が>に新潟秋田,秋田か。あれもしな あれ、品川だろもがみ川って言ったら、うん、俳句で出てくるよな、もがみ川ってな。<laughs> おっさんか、お前。<laughs> なんか、そういうイメージがあるんあねよ何々、何々、もがみ川みたいな、ねあ。あだね。もがみ川ってなんかいいね。陰がいい因が、ね、そう,そうそうそう。うん、うん、文字とかね。五文字。もがみもが、あ、そうだね。うん ということでねうそそううこと今回は最上 <laughs>、はいね、も,もがさんの「なぜ既婚」がモテるかの持論にね、まあ、ファンが納得ということのお話でございました。はいはい、よろしければチャンネル登録お願いします。